米大リーグエンゼルス4、18レイズイコール第2試合イコール、19日、アナハイムエンゼルスタジアム、エンゼルスの大敗に大谷翔平投手、29、のファンから諦めの声が広がった。エンゼルスは19日、日本時間20日、本拠地、レイズとのダブルヘッダー第2試合で4-18と今季ワースト失点で大敗。第1試合は1点差で逃げ切ったものの、その勢いも全く感じさせず敗れた。大谷は2試合に、2番、DH でスタメン出場。第2試合の8回に右腕クリスウェルから11打席ぶりの安打となる2塁打を中堅に飛ばした。しかしチームの大敗に、大谷くんが辛そうだ、なんだこの点差。大谷さんにヒット出てよかったなぁ。怪我せず終わってよかったなぁ。って思うことにした、健康でいてほしい。できる限り笑顔で野球してほしい。それを見るのが生きがいです。我々の本望。大谷はよ移籍しろ。エンゼルス18失点って大谷どうこうとか以前の問題すぎやしないか。大谷くん FA でオリオールズ行って藤浪くんと2人で WC 優勝とか漫画みたいな展開にならないかな。もはや、大谷翔平選手をこのチームに居続けさせるのは難しいかもしれません。などとネット上にはファンの厳しい意見が飛び交っていた。